ドイツシュレースビヒホルシュタイン州のジルト島へ、ワッデン海上を通じるヒンデンブルクダムの土手道。アメリカ合衆国、ユタ州で、グレートソルト古城をアンテロープ島へ通じる土手道。ジョホールシンガポールコーズウェイは、シンガポールとマレーシアを結ぶ重要な道路となっている。オーストラリアタスマニア島のゾレルコーズウェイ。アメリカ合衆国、フロリダ州で、 マイアミとマイアミビーチを結ぶジュリアタットルコーズウェイ。イギリス・ウェールズのコルウィン湾にある土手道。オーストラリア・ビクターハーバーとグラニット島を結ぶ土手道土手道、あるいは立橋は水域や湿地を横断して森土を建設し、道路や線路を敷けるようにした構造である。英語からコーズウェイとも言う。元からあったり口の間を完全に埋め立てて、 連結してしまうこともあれば、潮の流れや船の往来のために途中に切れ目を作って、その部分にだけ橋を架けることもある。森土の上ではなく、アーチなどを設けてその上に交通を通すようにした、ものは、高架橋と呼ばれる。短い高架橋は、立体交差などとなる。洪水対策のための暗渠などが設けられると、土手道と高架橋の違いは、 やや不明瞭となるが、一般的に道路や線路が、大半の部分で土や石に支えられているものを、土手道と呼び、橋脚の間に渡された桁が支えているものを、高架橋と呼ぶ。海に建設された森土の高さの低い土手道は、大潮の時期などのように潮位が上昇する日や、気象条件によって、波浪の激しい時には、通行できなくなることもある。 1920年代初めに塩床を横断して建設されたウェンドオーバーカットオフの図面。現代の土手道は鋼鉄製の壁のような杭やコンクリートの擁壁を打ち込んでお互いに鋼鉄のケーブルやロッドで繋ぎ止めた囲い石の中に建設されることがある。この構造物は水域を2つに分割する。 堤防としても機能することがあり、例えば両側で水位が異なっていたり、一方に塩水、もう一方が淡水になっていたりする。そうした目的の方が主なものとして建設されることがあり、その場合には道路は堤防の頂上を固めて水が越流した際に侵食を防ぐといった役割がある。また、堤防の補修工事のアクセス通路となることもある。 シンガポールとマレーシアを結ぶ、ジョホール・シンガポール・コーズウェイや、バーレーンとサウジアラビアを結ぶキング・ファハド・コーズウェイ、ベネツィアと本土を結ぶ部分などが有名な土手道である。これらはすべて道路と鉄道の両方を通している。オランダでは、締め切り大堤防やゾイデル海開発の堤防など、数多くの大きな堤防は、土手道としての役割もある。パネマでは、 ペリコフラメンコナオスの島々とパナマ市を土手道が結んでおり、これはパナマ運河へ出入りする船にとっての防波堤の役割を兼ねている。アステカの手ノチティトランには道路と水路を通す土手道があった。これまでに発見された最も古い土手道は紀元前3800年代のイングランドのスイートトラックである。オークニー諸島のチャーチルバリアは ヨーロッパでも有名な土手道である。天然の港であるスカッパフローの東側、最大18メートルの水深の場所に5つの島を結んで4つの土手道が建設されている。これは第二次世界大戦の際にウィンストン・チャーチル首相の命令で軍港の防衛のために建設されたものである。日本においては 沖縄本島のカツレン半島と平安座島を結ぶ海中道路等がある。土手道を建設すると潮流に影響を与える可能性があり、浜辺の浸食をもたらしたり、土砂の沈殿が変化したりする。これは例えば、ドイツのヒンデンブルクダムにおいて問題になった。また台風やハリケーンが接近すると、強い風や波によって土手道は、 危険なものとなる。悪天候の際に島民が早めに脱出するのは渋滞の問題と並んでこれが主な理由である。船乗りは土手道が水域を永久に分断してしまい、また橋などに比べて水上から見えにくいことから注意する必要がある。ありがとうございます。